けな武勇、さすが宝泉様です。の陣に踏み入る。そんな奴らよ、この炎本書がチューしてくれよう。伝令、用心城東卓軍の攻撃を受け陥落。な、用心城が落とされたと。東卓軍これほどまでに強いとは。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。気を引き散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。なんという武勇。敵将討ち取ったぞ。人も寄せつけぬ武勇。さすが宝泉様です。気を引き散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。連合軍など俺の敵ではなかったな。さっさと洛陽に戻るぞ。東卓様より伝令、洛陽を捨て長安に撤退するゆえ急ぎ支度をせよとのことです。なん
んだと。俺たちは勝ったんだぞ。まさか帝の御身に何かあったのですか。いえ、そこまでは。失礼いたします。もしや董卓様は戦の勝敗に関係なく戦闘されるおつもりだったのでは。宝仙様を戦わせたのは時を稼がせるため。 That is the last straw。 これをおとりに使ったということか。行くぞ挑戦。奴から直接話を聞いてやる。全て倒した。長安謎に逃げる必要はない。やかましい。何が敵は全て倒したじゃ。治水艦も古老艦も抜かれおって、もはや城は裸同然。ここによっては殺してくれと言うておるようなものよ。わしは帝を連れて長安へ行く。これは決めたことじゃ。ぐずぐず言わずに支度をせんか。雑魚どもに席を抜かれただけで逃げ出すだと。董卓、とんだ臆病者めが。洛陽を捨て長安へ移ったところで国の混乱は続きましょう。このままではいたずらに国中へ戦を広めるだけでございます。いつになれば人々の悲しみはなくなるのでしょう。これが宝仙様の望まれたものなのですか。俺が望んだ戦はこんな腰抜けたものではない。攻め寄せる敵を全てねじ伏せ、俺が最強であることを証明する戦だ。董卓様はご自身が生きながら得るためならばあらゆる犠牲も厭わないでしょう。おそらくは帝や宝仙様の命さえも。宝仙様が望まれる戦いは董卓様のもとではかなわないのではありませんか。何が言いたい。宝仙様が董卓様のもとを離れ望む道を歩まれたらと思ったのです。もし宝仙様がそのおつもりなら、私は協力を惜しみません。朝鮮、お前は俺に奴を殺せというのか。宝仙様と私、二つの思いを叶えるためでございます。分かった。やさーつなるほど。董卓は長安に入った。曹操が奴を追っているそうだ。奴からは曹操を討てとの命が来たが、もはや知ったことではない。曹操も董卓もまとめて俺が消し飛ばしてくれる。朝鮮、それで俺とお前の憂いは全てなくなる。そうだな。はい、私も共に参り見届けます。私たちの思いが叶うその時を。ああ、ついてくるがいい。両方戦の最強の武、今こそ天下に示す。お父様、
宝泉様が決意なさいました。これより董卓様のいる長安へ行ってまいります。おお、長泉、苦労をかけたな。お前の長く辛い時間も間もなく終わる。董卓さえいなくなれば必ずや国は良い方向へと向かうであろう。一つ気がかりなことが。宝泉様は私の胸の内を分かっておられる気がします。私は董卓様を亡き者にするための埋伏の毒、宝泉様を利用した悪女だと。あの獣のような男がさほどに鋭いとは思えなんだが、朝鮮、お前の役目は終わった。危険な目に遭う前に急ぎ身を隠した方が良い。 Don't believe。 いいえ。逃げるわけには参りません。私には見届ける義務があります。宝泉様がその手で董卓様を打ち果たす様を。そうか、わしにお前を止める資格はない。くれぐれも気をつけるのだぞ。はい、行ってまいります。I don't believe he saw the plot through, or... Mm-hmm.